はい、緊張するので質問のみです、うん、私は、社会不安障害で、うんうん、あらゆる場面で頭や手が震えます、うんうん、病院で前髪を切ってもらうとき、うん、友人とコーヒーを飲むときに持つコーヒーカップ、うん、人が見ている前で字を書かないといけないとき、うんうん、パソコンを人前で打たないといけないとき、うんうん、ピアノを弾くとき、うんうん、日常生活にかなり支障が出ています、うん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 、で以前にメグさんのご主人様が震えるという話を聞いたことがあり震えまくってる、うん、こんな風に自分の症状を笑い飛ばせたらなと思いながらお話を聞かせていただきました。うん、何か毎日苦しい私にアドバイスください。よろしくお願いします。もうさ、かわいいかわいいってしかないの、うんね、でもさ、本人はさ悩んだり悩まなかったりするのね、同じことでも。ね、あのうちの夫はこのメールをまず事務局だから受け取った時に笑ってたのよ。でもうこの子に言っといて、俺は楽しく生きてるからってあ、そうだねって、パパすっごい震えるけど楽しく生きてるだからね、この緊張して震えるね、Mちゃん、 Mちゃんね、M ちゃんさ、私から見ると可愛いのよ。で、うちの夫の家族ね、全員震えるのね。おばあちゃんから。おばあちゃん、お母さん、お姉ちゃんと全部震えて、お茶とかさ、こう飲むときやっぱり志村けんみたいになるけど、こう、わーってこぼすのよ。うん。それ見て笑ってんのみんな。ほら見ろ、ほら見ろっつって。で、お母さん、義母ね、お母さん、義母が、あのもうあの一番震える人で、うん、めぐみちゃん見ろっつって持ってくるのね。お母さんの震え こんなすげえぞっつってなんか自慢してくんの自慢私そんなに震えられないっていう自慢ってある。そうでさ、うちの夫も緊張しなくても震えてんのね。うん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 、あのいつだって震えてるからさ、うん、それをなんかネタにしてんだよね、もう見ろ見ろっていうの、うんうん、全然緊張しないんだぞって、うん、だからあれはさ、親が良かったんだと思うのね。親がさ全然悩んでなくてみんなに見せびらかしてたからでね、お姉ちゃんもさすごい震えてる、私 見ながらさ、お姉ちゃんも震えるんだって思ってたのね。うん、うん、であのそのお姉ちゃんがさ、なんかあのパパが、いや俺すっげえ震えるから会社行っても何あの棒持ってこう説明しなきゃいけない時に棒がそこ あの文字のとこに行かないんだみたいに喋ってたら、お姉ちゃんがすごい目まん丸くして、え、あんた震えんのって言ってきたのでみんなでそうツッコミ、いやいやお姉ちゃんこそ震えてるよねそしたらお姉ちゃんがびっくりして、え、私震えてたって。だからお姉ちゃん全然自分で気づいてなかったの自分で気づいてない人もいる。私たち外側から見てすっごい震えてんなって言ってんのに、本人全然気にしてないのだからさ、これって一つのことをさすっごく深刻に捉えるのもあり、あの何にも気にならないのもあり、気づいてって笑いにするのもありなんだよね、うん、でこの M ちゃんがさ、うん、あの深刻になっちゃったわけ、うん、うん、誰かに何か言われたことあるのかもしれないね。だね、うん、深刻な感じで、深刻じゃないのに、うん、もうパパの見てもらいたい可愛いから、エムちゃん可愛いの、あのさアピールしてほしい、もう震えちゃうんですってで私さハカハカするときこうなるけどね、なんかそれ自体が恥ずかしいってことはないのね。私は苦しさをどうにかしてくれってはなるんだけど、うんうんうん、
震える震えるってさ、みんな震える時あるよ。あの、うん、かわいいじゃない。ピアノなんか弾く時すっごい震える。あの私もさ、ピアノ弾いてうちのお父さんが来た時に弾いてみろって言われた時すごいハカハカして、すっごい後ろから見られてると思ったらもう手がすっごい震えちゃったもんね。ピアノって震えるよね。でね、日常生活にかなり支障が出ていますって、もう これをね隠そうとするから、あの日常生活に支障をきたすほどこう、なんていうのかな、強くね、あの自分のいいとこなのに、自分のその一部なのに震えるって、それを隠そうとすればするほどさ、なんていうのかな、それに振り回される。うん、なんか私もハカハカをね隠そう隠そうとしてた時ほど、そのハカハカ中心に生きてたのね。うん、だから多分ね、Mちゃんもこの震え中心に生きてると思う。今日震えないか、ここに行ったら震えるんじゃないかっていう、だから日常生活に支障が出てるんだと思う。うん、だからこれはね認めるしかないの。これ震えてこそ、私震える界の女王っていうね、震える界ナンバーワンで堂々と震えてほしい。うん、ね、毎日苦しいってね、大変だと思うんだよ。だけどね、笑う人とね、笑う人ってこうバカにして笑う人と一緒にいなくていいし、それをこうなんていうの、可愛いねっていう笑い、可愛いよねって笑えたらいいなって思う、ネタにして。うん、うん、お笑い芸人さんメソッドね。うん、ハゲでもネタにするしさ、デブでもネタにするしさ、あのブサイクブサイクなほどネタになるっていうあれすごくマインドいいじゃない。うん、うん、ねえ、どうかしら、Mちゃんね。うん、Mちゃん今震えながら聞いてると思うけども、震えて、もうさ、いつか会いたいね、会った時に震える震える MですってM ちゃんって、どれどれ見せてって言うからねえ、本当だ震えるってみんなで言う。うん、そうそう、本当だ本当だって、かわいいってなるから、うん、それやりたいね見せてごらんって、あの一緒にコーヒーカップこう震えてもらうね、見て見てって、そうなれたらいいよね。ね、うん、そうなると思うよ。でどうなったか、あの、うん、事務局までこれもメールで、うん、あのコメ欄に書くの恥ずかしいって思ったら、あの事務局にねこっそりメールちょうだい、ね、これ聞いてもめぐさんこれ聞いて私すっごい腹立ちましたとかなるかもしれないけども私は可愛いと思うのね。うん、みんないろんな悩み持ってるよね。うん、自分の悩みが一番ひどいって思ってんだよね。うん、うん、私もそうだけど、ハカハカ以外の人幸せだなと思うもんねいいじゃん外出れるんだからぐらいに、ね、えむちゃん大丈夫、うん、もう震えながら会いに来てほしいね。えむちゃん震えることは恥ずかしいことじゃないからね。そうだね、本当に。うん、じゃあいつかね、Mちゃんにね会えるの楽しみにして終わります、うん、はい。